に横割り入りをしました。楽しみです。だって私たちいつもフィルスで使わせて、でも電子レンジがある、最高だ。かな。もう誰か来ましたか。まだ一番、うん、一番。やったー。あ、こっちだ。すごい、ほら電子レンジ最高。でかいお部屋で、一人一部屋違うか。そんな楽屋が広すぎて、めっちゃ大きな楽屋です。どうぞ。わあ、おっきい、寝れちゃう。今回の楽屋はこちらです。でかすぎる。よし、頑張ります。みんなを待ちたいと思います。いい。どこに座ろう。おはようございます。やばいの、ヒューテンション上がってるよ。すごい、いっぱい、アリーナの前で写真撮りました。なんか動画、あ、動画っていうか、まださ、人いなかったから、これこれこれ、これ見た？恋と青春のこれこれこれ。パネルさ、多分全然知らない人だと思うんだけど、私たちのことをじーっと見てくださってる方がいて、うーって。そしたらなんか透明の横割りのさ、みんなが入るところにたくさんのスタッフさんたちがいて、チラシ詰めてくださってたり、だから、あ、すごいたくさんの方が私たちのためにやってくださってるって思って、したらもうすごい嬉しくて、嬉しいです。あ、おはようございます。来た、今キュリ一番かなと思ったの。お、結構早めに来たと思ったら、そしたらあきちゃん、でも見えましたよ。ヒオリンが表にでっかい恋と青春のパネル写真撮ってるの見て、あ、ヒオリンだーって、私はそれを撮りました。超恥ずかしいな。全然気づかなかった。で、コンビニ入りましたよね。あ、コンビニ入りそれあったじゃない、前。その、それ撮る前からずっと、あ、デイリー山崎に入ってくる。おせんべい買ってた。だからついてこうかなって思ったら、うん、出てくるの早すぎて、うん、コンビニ追いつかなかった。あ、ほんとに。楽屋がすごいですよ。なんで？もうすごいですよ。あ、こんなになってるんだって。どうしよう。嬉しいんだけど。上がっちゃう。どうしよう。私しか見てない。まだ入ってない。いつもと違う部屋なの。あ、そうなんだ。そうだよね。いつもさ、フェスとかで使わせてもらうけど。させていただいてるけど、一人一部屋じゃなかった。じゃなかった。もう嫌だよ。私もそれはね、ちょっとね、寂しいもんね。寂しい。電子レンジがあるの。ね、お弁当温めるじゃん。ほら、もう温めてるもん。おはようございます。お願いします。お願いします。お弁当が。では、私たちの楽屋へ。あ、ここ、あれ、思ってたの大きくないですか。すごい、ソファ寝転がれるじゃん。そう、多分全員寝転がれるんじゃない。最高ですよ、もう。ね、いいね。ああ、嬉しい。なんか嬉しくなっちゃった途中に。そう、私も来てる途中に、途中で煽る文言を、うん、もう一回ちゃんと考えようと思って考えたんですよ、うん、で最初に横浜アリーナに来てくれてありがとうございますって、うん、またやっぱり言おうって思って考えたんですよ、うん、そしたらまた泣きそうになってこの間もね、リハーサルでね、うもうそのフレーズがダメでした。おはようございます。暑い。ちょっとやばいね。めっちゃ今外でさ、ファンの人みたいな行動しちゃった。しかも柵の中入っちゃったんだよね。なんか柵があって中にパネルがあったんだけど、その柵の中入っちゃった。いいのかな、もう怒られなかったから。まあ、やばいですよ。まあ、夢しか見ない。あの、緊張しすぎて爆睡できないんだけど。
うしよう。だっていつもフェスでしか使わないじゃないですか。一人一個楽屋でも用意できるレベルで部屋はあるの。でもそれは嫌だから、どこなんだろう。うるってきちゃう。今日あったいたちゃん、おはようございます。坂井さん、バイバイ。あ、本当にジャージできてる。ジャージできてる。ちょっとボサボサだからありがとう。ありがとう。もうめっちゃ、どうせ荷物多いだろうと思ったからキャリーできた。あ、見た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 、パネルみたいなの見た。もう怖い。昨日の夜なんかリフターから落ちたらどうしようみたいなことばっかり考えてた。マジで怖い。どんな感じなんだろう。あ、来ました、ついにこの日が。はい、なんかやっと昨日一昨日ぐらいから実感湧いてきて、ちょっと緊張してきました。ドキドキ。でもステージ見ないとこ。なんか楽しみ。ここに早速乗る。あとちょっとで。差し入れいただいたんで、1個は冷蔵庫、こっちの冷蔵庫、1個はこっち。コールドドリンク。イエーイ。頑張るぞ。あ、今日、明日と明後日限定で。横ありシオのスマホケースにしました。かわいいシール。頑張ります。なんかスーツケースに横ありくん入れたら大きいスーツケースしか入らなくて、ちゃんと横ありくん連れてきたんですよ。飾ります、部屋に。ワクワク。柚子塩だって美味しそう。もらっちゃおう。これも好き。エビ塩、柚子塩とエビ塩。これはホットコーヒー。ホットコーヒー、この中から結構な量入れちゃった。来てくれたの？みんな大物が来たよ。すごい大物。ジュリア、やっぱゆかりくんだ。え、ほんまの？ゆかりくん。あ、ゆかりくん。ゆかりくん連れてきた。ゆかりくん。こうやって、これでしょ。これね、これね、これ。これは初めまして。ゆかりくん。ゆかりくん、はじめまして。はじめまして。嬉しい。お願いします。うちにサブリンっていう子がいるんで、仲良くしていただけたらなと思ってます。YouTube、 ありがとうございます。ありがとう。かわいいな。この辺から。あれ、ボンクラミムシだね。あ、ちょっと間があった。ちょっと間があった。そうじゃない。まだ早いね。同じや、同じや。でも、カナメはしではない。なんか落ち着いてる動きが。固まっちゃったよ。落ち着いて。固まっちゃった。やめてよ。ごめんごめん。まだそのノリに慣れてないみたいな。変身するって。ちょっと迷う。かわいい。弁当は後でです。マジ大丈夫かな。ツアーです、ステージツアーです。なんかいつもだったら出演者さんいっぱいいるのにさ、一番リップの楽屋使ってる。今日こちらが使ってる一番いい楽屋を使ってます。あ、やった。おめでとうございます。最高。電子レンジ、みんな大好き。電子レンジです。最上級とか、ユニゾン最上級と夢トマとか、あとなんだっけ、君と過ごす日、ユニゾンを揃えよう。なんかすごい。すごい。なんかすごい。なんか見たらもっと感動する。みんな落ち着くよ。まだ大丈夫。まだここになってます。見てた。もう可愛い。ねえ、やばい。やばい。可愛い。やばくない？すごい。可愛い。浮いて
あれ。イルミネーションみたい、このライト。あったかい。明るい、かわいい。普通のライトじゃないっていうのがめっちゃ。え、ステージ見ていいんですか？もう。あめちゃうの？あめちゃうの？うわぁ、すごい、どうしよう、かわいい、かわいい、やばい、やばい、なんかこれ、かわいい、かわいい、ねえ、やばい、なんか、かわいい、やばい、マジで自分たちのライブ？すごーい。いや、LED 見える。それはすごすぎる。皆さん、今これ実際の位置、はい、でちょっと狭いねって言ってたところは直してもらった。はい、ありがとうございます。あるから気をつけてくださいね。あ、怖い。落ち着いて。このままちょっと鼻に行ってくるから。あ、これか。あ、全然いけそう。はい。レッツゴー。行きます。すごい。なんかあれ、ミラーボールがある。あ、高い位置だね。高い。踊り場。踊り場。はい。かわいい。遠くから見るとよりかわいい。いちごみたいな感じ。かわいい。すごい。あっちまで。すごい。ここにガチャンと。ガチャンと。ムービングステージが。ムービングステージが。置かれて。落ちた。落ちた。自分たちのライブ？え、学生のライブ？本当に？本当に？部長本当？本当？ね、ちょっとわかんないな。いる？誰のライブ？トキセン？あれ？つい先日フリーライブ出た。アイドル？調子乗っちゃうかもしれない。2日間ぐらい調子乗っちゃおう。なんかさ、いつもさ、横やりやるときさ、ここ花道じゃん、ね、あるの新鮮じゃない。ここに客席があるのが新鮮。作り方全然違った。もうてかセットが可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。どこに向けて言えばいいのか。そう、どこに向けて言えばいいのか。どこに向けて言えばいいのだろうか。どこに向けて。ありがとうございます。スタッフの皆さんのハートにラフラン。私たち超ときめきセレブです。よろしくお願いします。
ち分けてあげたいから、まだ目の前には知らない景色、ほらどこまででも行こう、さよならグッバイ、昨日にありがとう、雨上がりの街並みは色づいて、傷んだ心のキャンバスに未来のかけらを描いて、導いてくれるの、今なら言えるよ、涙のわけも、迷った時はすぐ思い出して、雨が降っても笑えるように、ほらどこまででも行こう、さよなら